ロンドン・ルートン空港から離陸する、ウィズエアーのエアバス A320 から200ウィズエアーの、エアバス A320 から200ウィズエアー。ウィズエアーは、ハンガリーの航空会社。2003年に設立、翌2004年より運航を開始した格安、航空会社である。ハンガリーのフラッグキャリアだった、マレーブ・ハンガリー航空が2012年に破産して、以来、同国で、 唯一の定期旅客便を運航する航空会社となっている。最初のフライトは、ポーランドとハンガリーが欧州連合に加盟した19日後の2004年5月19日にカトビッツェから運航された。就航開始から3ヶ月半の間に25万人、就航開始から1年で140万人、現在までに1000万人の乗客に利用されている。2007年においては、 ポーランドの就航ルートにおいて290万人に利用された。現在の CEO 兼会長は前マレーブ、ハンガリー航空の CEO であったヨザフ・バラディである。本社をハンガリーに置き、オペレーティング支社をポーランド、ブルガリアに置く。2005年9月にはウィズエアーブルガリアを設立。ウィズエアーの最高経営責任者であるヨザフ・バラディは2007年度、 アーンストアンドヤングブレイブイノベーターを受賞した。2008年にはウクライナにおいて初の格安航空会社として就航を開始した。2012年にハンガリーのフラッグキャリアだったマレーブハンガリー航空が倒産したため、それ以後2019年の現在に至るまでハンガリーにおける最大の航空会社となった。2008年4月現在2019年8月現在、 ウィズエアの機材は、以下の航空機で構成される http コロンスラッシュスラッシュ w i z z a n i r c o m スラッシュ en-gb スラッシュ about アスカンパニーインフォメーション。ありがとうございます。